ドーナツも柔らかい。ラーメン屋の行列に並んだことがある。親子丼、玉ひでの行列に並んだことがある。峠の釜飯、デパートの駅弁大会に並んだことがある。ローストビーフ、パーティー会場の前に並んだことがある。だから大抵の行列には慣れているのだが、ことドーナツとなるとちょっとなぁとひるむところがある。ドーナツということになるとスイーツということになるんだろ？スイーツということになると女の人だらけということになるんだろ？と僕に限らずおじさんならば誰だってたじろぐ。おじさん結構並んでるみたいですよ。そりゃ大半は女の人ですけど。と実際にドーナツの行列に並んだことのある編集者が言う。この人は若い男性で彼女と一緒に並んだという。行列のできるドーナツ店というのは今テレビのワイドショーやグルメ番組などで盛んに取り上げているクリスピークリームドーナツジャパンのことで、どうもなんだかどういうドーナツなのかという興味でいつもそうしたテレビの画面を眺めていたのだった。どういうドーナツなのか。トロトロでふわふわなんですね。でクリーミー。おじさんたちが知ってる昔のドーナツは結構みっしりしていてもくもくした食感がありましたよね。そのもくもくが消えてふわふわ。今はもう何でもゆるゆるのトロトロ、つまり柔らかい現象がドーナツにも及んだと。それにしてもなぜ親父がそういう行列に並ぶのか。ほら今どこでも話題になっているので課長とかが買って帰ってみんなに振る舞ったりするらしいですよ。人気を取ろうとして。クリスピークリームドーナツというのは発祥がアメリカで1937年創業というから、僕は全然知らなかったが、ずいぶん昔からあるドーナツで、世界各地に支店約400店があり、日本には昨年2006年の12月に新宿駅近くに第1号店を、今年になって有楽町に2号店を開店したというので、今盛んに話題になっているというのだ。親父も並んでいるという証言を得たので1号店に行ってみることにした。線路を挟んで高島屋の反対側あたりに1号店はあり、午後の4時半ぐらいに行ったのだが、線路上の陸橋の上にまで行列が伸びていて、その長さ約40メートル。並んでいるのは9割が女性だが、確かにところどころにサラリーマン風の親父が立っている。行列のそばをドーナツ店の店名入りの大きな包みを抱えて、いそいそと職場に戻るらしい親父もいる。店の前には、ただいまの待ち時間40分という表示。とにもかくにも行列の最後部に並ぶ。1分も経たないうちに僕の後ろにたちまち4人、そして10人。僕の直前は夕方で寒くなっているのに、ワイシャツにネクタイの親父風サラリーマン。行列は誰だってイライラする。車の渋滞と同じで、2分経っても一歩も前に進まない時があって、そういう時はイライラが募る。このイライラは、その人のせいではないのに、自分の直前の人に向けられることが多い。この寒いのにワイシャツ姿で、一体どういうつもりなんだ。バカかお前は。せっかく1メートルほどの間隔ができたのに、70センチほどしか前進しない。もっと進め、のろまかお前は。行列が店に近づくにつれ、この店の包みを持って歩いている人があちこちに見られる。道端に座り込んで包みを開いて食べている OL グループもいる。40分並んでようやくドーナツをゲット。1箱12個入り1700円というのをゲット。1個は平均
170円なので12個入りは少しお得になっている。寒空にワイシャツは12個入りを2箱もゲット。12個入りの箱はかなり大きく、縦23センチ、横36センチもあるのでかなり目立つ。親父系は必ず2箱3箱と買うので人数は少ないのだがどうしても目立つ。買って帰って開けてみた12個入りは壮観であった。色とりどり、形さまざま、立ち上る甘い香り。ドーナツを食べるのは何年ぶりだろう。12個の中に溶けた砂糖を表面にべっとりと塗ってテカテカに光っているのが1個あって、その甘さといったら悪魔的で、羊羹の甘さともショートケーキの甘さとも違い、ああこれがドーナツの甘さなのだ、ああこうして私はダメになっていく、私のメタボはダメになっていく、という甘さだった。全体的には確かにふわふわとろとろで、こうして時代は変わっていくのだの感をひとしお感じるドーナツだった。